鍵が壊れています。これは小型魔性の髪跡ですね。おそらく中に彼らの巣があるのでしょう。まさか電気通ってるとはね。誰がこんなとこの電気代払ってるんだ。地熱発電かゼノミリタリーが残した発電施設の可能性も。し、止まってください。産地の方向、階段の曲がり角に3体、いえ、少なくとも3体でしょうか。こっちに向かってきたよ、金髪娘。お友達を連れて下がって。おかしいな。確かにここに置いたはずなのに、どこ行ったのよ。何か探しているのですか？よかったら私も手伝い。いらないわよ、どいて。そんなに暇だったら掃除でもしてたら、私が横になれる場所を用意してちょうだい。あ、そうですよね。お疲れでしょ。待っててください。すぐにお片付けしますね。手伝いますよ、ミスアニー。 ありがとうございます。掃除道具は棚にあるので、みんなでここをきれいにしましょう。あんたら、マジで、あの聖パブロフ財団の調査員なのか？聖パブロフ財団って、何ですか？え？知らないの？聖パブロフ財団とは、アルカニストを受け入れて組織化する公的機関です。私たちは皆、その一員なのです。ですので、全力で皆様の安全をお守りします。本物を見たのは初めてだよ。あんたら普段は何してんだ？捕まえた人間で人体実験か、それとも各政府の機密情報収集か。今出回ってる噂は全部本当なのか？人体実験、機密情報。すみませんが、どういう意味でしょうか？人間を傷つけることはありません。規則にもそう記されておりますし。そんなの常套句でしょ、お嬢さん。本で読んだんだ。本当は陰でいろいろやってるんだろ。なあ、教えてくれよ。うっさい！マヌケを演じろとは言ったけど、本当にそうなれと言った覚えはない。州立 IB 大の顔に泥を塗るようなことするんじゃないわよ。君たち州立 IB 大学の学生なの？ええ、私は映画学科よ。そこのバカは科学科、あっちのノッパーは専攻で英文学と詩を取っているわ。そんで次の休み明けに何が何でも作品を一本提出するよう教授に言われたわけだから、この何の才能もないクズども集めてわざわざこんなところまで来てバカげたホラー映画を撮ってんのよ。バカげた？だってて、っきりホラーマニアなんだと思っていたよ。はあ？キモいこと言わないでくんない？誰があんな汚らしくて灰まみれの、何のロマンも綺麗な衣装もない映画なんか。つまり君はホラー映画には何の興味もない、なのにわざわざここまで出向いて撮影を？ええ、一番簡単で悪趣味で
何の価値もないからね。あくまで課題のために撮ってるってだけ。私はホラーなんか大嫌いなのよ。なるほど、そういうこと。それならこの最低な脚本、見かけ倒しの撮影道具、才能のかけらもない役者たちにも頷けるよ。最低な脚本ですって？ああ、君の台本を読んだけど、論理性とオリジナリティに欠けているし、ゴアシーンも退屈の極みだ。まさに典型的な、言い換えれば手垢のつきすぎたシナリオだ。そこで僕は単純に疑問なんだが、君はどうやって映画学科に？ IB 大は割と優秀な大学のはずなんだけどな。あんたに何かわかんのよ。たかが財団の駒の分際で、パパのボディーガードと同じようなもんじゃない。少し落ち着きなよ、ジェイミー。君のパパが大学に図書室を2つも寄付していなければ、今頃映画学科に君の席はなかったんじゃないかな。それにギャーギャー騒ぎすぎだ。まるでアルカニスト見たくなってるぞ。せっかくの可愛さが台無しだよ。はあ？あんた何言ってんの？殴るわよ。カメラも壊れたし、最悪な気分よ。やり合いたいってなんなら付き合うわよ。おっと、普段はこんなジョークで怒ることないのに、そんなに強気なのはアルカニストのお友達がいるからかい？ミスター・ジェイソン、ジェニファーは真剣に自分の作品を完成させたいだけなのです。そんな風に言わないでください。それにジェニファーも許してあげて。お友達でしょ。友達同士、互いに声を荒げてはダメだと思います。それとも、よくわかりませんが、外の世界ではそういうものなんでしょうか。あんたの歯、全部引っこ抜いて、あそこのわけわかんない歯の収集家にプレゼントしてあげるわ。その空っぽの頭に、私はアルカニストと呼んだらどうなるか叩き込んでやる。それでも君はアルカニストだ。子供の頃からどれほど人間に溶け込もうとしても、その事実は変わらない。君が毛嫌いするアルカニストの中にも優秀な脚本家はたくさんいるけどね。ミスターホラーペディア、どうかこれ以上焚きつけるような言葉は。こんな、お静かに。これ以上騒ぐようなら声を奪うわよ。ミス・アニーの言う通りよ。どちらもとても友達に向ける言葉とは思えないわ。私たちがここに集まっているのは喧嘩のためではないでしょう。冷静になりなさい。手に手を取って仲良しでいなさいとは言わないわ。けど、アルカニストだろうと人間だろうと、私の前で喧嘩など言語道断よ。それでは、みんなソファーに戻ってくれるかしら。すみません、ミス・トゥース・フェアリー。ごめんなさい、彼らを止められなくて。ふん。
ミス・ジェイミー、アニーも君が呼んだ役者の一人？他のお友達に比べると、なんというか、穏やかだね。ん？この子は違うわよ。ただこの町に住んでるってだけ、森の近くで偶然見かけたの。それからロット。殺人鬼役のロット。これで全員よ。分かったら少し休ませてくんない？口を挟むつもりはないんだけどさ、ロットって来てないよな？入院したとかで。覚えてるか？来てない？なら殺人鬼を演じてたの誰よ？君が探してきた役者じゃないのかい？アニーと同じように森近くの街角で。は？呼んでないわよ。役者に誘ったのはアニーだけよ。この子アンナにそっくりでしょ。当の本人は胃腸炎で入院してるけど。ええ、そうよね。胃腸炎で入院したアンナは、確かロットと一緒に引き換えると樹皮の煮込みを食べたせいで、確かに駅の車にはいなかったわね。おいおい、冗談だろ。っていうことは、私たちの中に見ず知らずの殺人鬼が紛れ込んでいたってこと。キャッ！ジェニファー、大丈夫ですよ。私がついてますから。いつの間に暗くなって、今何時？ちょっとレディ、泣いてないで時計見て。午後の1時だよ。もしかしてロじゃなくてあの殺人鬼か？あいつ俺たち殺しに来たんだ。恐ろしい化け物に決まってる。フレディ、落ち着いて。ホラー映画じゃないんだから。そんな偶然あるわけないだろう。正確に言えば、君たちはまさにホラー映画を撮っていたけどね。巨大な化け物に、身近に潜む偽りの友、一瞬で暗転した空。これ以上にスリリングなホラー映画なんてないだろう。頼むから黙っててくれ。こいつらだけでも十分うざいのに。君たちはここに座ってな。外に出てブレーカーを直してくるよ。このイカれたバカどもを正気に戻すためにね。それはあまりおすすめしないかな。ホラー映画において単独行動をした者はほとんどいい結末を迎えないよ。もし本当に殺人鬼が外にいるのなら、君が最初の生贄になるだろうね。いくら君が粗暴で無礼な上に種族差別までするような輩だとはいえ、安全のためにも他にも誰か一人連れて行った方が。どけ、うぜんだよ。わざとじゃないよね。わざと？立ててはいけないフラグを立てまくった挙句に、してはいけない行為をすべてしてるんだもん。本物のホラー映画になりそうだよ。彼の行為はまさに睡眠薬を飲んだ後に首に縄を引っ掛けて銃口をくわえ込んでいるようなものじゃないか。